近大和歌山高校サッカーラグビーアベック優勝しました。全国大会も頑張ります。エール、輝け和歌山の若きアスリートたち。決勝なんですけど、前半0対0っていうスコアで終われて、でしっかりディフェンスで粘って、アタックはバックスはミスはしたんですけど、でもディフェンスでしっかり自分らのディフェンスで粘れて、前半まず0対0で終われたっていうところがまず一つ収穫だったのと、後半の最初に点数取れたんで自分らの流れになって勝ったと思います。準決勝と1回戦はあんまり先生の方からベンチからっていうのは指示は当たらなかったんですけど、決勝の時にここ集中やぞとか、1本取ってからもう1本やぞとか、気持ちの面でいっぱいたくさん言葉をいただきました。1本目取られた時にまたここから加速する感じ、グラウンドの中でも全員がまた一つにまとまるって感じがして、さらにここからっていう、ここから行くぞっていう気持ちになりました。生徒たち の力の発揮した度合いが今までで一番高くて、一番今までのベストゲームだったかなと思います。いい意味でチーム全員がキャプテンにこうもたれかかってるようなチームではなくて、キャプテンに全てを任せるっていうようなチーム像というより、みんなの代表者として、チームの先頭に立ってくれてるっていうような印象ですかね。こういろんなプレッシャーがかかると思うんですけども、それをしっかり子どもたちの力で跳ね返して、もう存分に楽しんで自分たちの力をこう全て出してほしいなと思います。一番大きな目標は全ての人に応援してもらって必ず一勝するっていうことが、この新チーム始まってからのチームの目標なので、そこを達成するために練習取り組んでいきたいと思ってます。得点を取る時間帯が早いっていうのが一番大きかったかなと思って、決勝も前半の早い段階で点を決めることができて、それが勝ちの一つの勝因だったかなと思います。決勝の入場する前、多分自分たちの表情がすごい硬くて、でもそれ自分たちは普通だと思ってたんですけど、ヤブ監督がお前何やその顔、表情硬いぞみたいに言ってくれて、そこがで自分的に気持ち的にもちょっとリラックスできた部分もありますし、すごい印象に残ってるかなと思います。課題としては、攻撃だと点を決めるチャンスで点を取り切るっていう、そのチャンスはあまり県予選みたいに多くはないと思うので、その少ないチャンスで決めきれるように、で守備はもう一個強度を上げて、パワーがあると思うんで、その琉球は、そこで負けないようにもう一個強度を上げてっていうのを課題とします。真面目で責任感があって、ただ当然こう今に至るまではいろんな本人の失敗があったりとか、チームに対する責任感が欠けてたりとかあったんですけど、やっぱりこう高校生なんで成長の速度が速いというか、大会に臨む時にはもう僕がすごく信頼できる選手になってくれたかなっていうふうに思ってます。対戦相手が流通経済大学柏高校、千葉で、全国でも優勝した経験のあるチームで、自分としては思い切ってチャレンジできるチームであったり監督だなっていうふうに思っているので、そのまず目の前の一勝に向けて、思い切って、チャレンジできるような気持ちになってます。はい、自分たちはチャレンジャーなんで、思い切ってプレーするだけだと思うんで、最大限準備して挑みたいと思ってます。一戦一勝じゃないですけど、目の前の試合まず一個一個勝っていけるように最大限準備していきたいと思います。